おはようございます。9月12日木曜日の朝です。今朝も夏のような空ですね。暑い日が続いていますが、皆さんお元気でしょうか。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸に気持ちを向けてください。呼吸で体はどう動いていますか？鼻や口はポカンと開けておいて、空気が出入りするのを自由にしてあげてください。そうすると顔の緊張が少し取れて柔らかくなるかもしれません。頭を左右に傾けてください。今日はこの口をポカンと薄く開けてずっと動いてみてください。いつの間にかうんとこう強く閉じているご自分に気づくかもしれません。ふわっと唇を薄く開けておいて動いてみるとどんな感じかちょっと観察してみてください。では右を下にして横になってください。そして右手で左肘、左手で右肘を触って、肩と胸で長方形を作ってください。で、優しく優しく、この長方形を保ったまま、右肘を床から浮かせたり、戻ったりしてください。これ昨日やった動きですけれども、楽な範囲でやってくださいね。はい。ではゆっくりその動きをやめて、この長方形はこの前の床、最初の位置に置いておいて、このあばら骨ですね、胴体を前方に動かしたり、戻ったりしてください。楽に楽に、この四角形、長方形はそのままで、胴体を前に動かしたり、戻ったり。楽に楽に、そうすると、肩甲骨に気持ちを向けてみてください。あばらを滑って肩甲骨がお互いに近づいていくのがわかるでしょうか。真ん中にいる背骨に対して肩甲骨が近づいたり、戻ったり。口はポカンとしていますか？とっても地味な動きですけれども、あばらの上で肩甲骨が少しでも動いているのが感じられるでしょうか。
呼吸は止まっていませんか？では一旦その動きをやめて、今度はこの胴体を前に動かす動きに加えて、右肘を少し床から浮かせたり戻ったりしてください。動きとしてはとっても小さくなると思います。胴体前、長方形が少し浮いていきますね。口はポカンとしていますか？ちょっといつもと違う、あ、こんな動きあんまりやらないなという動きをやろうとすると、とっても真面目になって、うっと口が閉じてしまうことが多いですね。気楽に気楽に、胴体前、肘が浮く、そしてゆっくり戻ります。そうするとあばらの上の肩甲骨はどう動いているでしょう。では手をほどいて横向きで休んでください。この手の感じとか呼吸の感じ、最初と比べて何か変わっていますか？では仰向けになってください。右側と左側を比べてください。背中がついている面積や肩甲骨と背骨の距離、最初に比べて何か変化があったでしょうか？では逆ですね。はい、左を下、そして同じような体勢をとってください。左手で右肘、右手で左肘、長方形を作ってください。そして優しく優しく、長方形のまま肘が床から浮いていってください。では長方形このまま、胴体が前、ゆっくり戻ります。この時に胸やお腹を膨らませてみてください。胴体が前に行く時、胸お腹を膨らませていきます。そして戻ります。息を吸いながら胸お腹を膨らませて、胴体を前方に押し出します。ゆっくり戻ってください。左右の肩甲骨、あばらの上でどう動いているでしょう。決して無理しないでくださいね。もう首や肩ぐーっと固めてこの動きをやると、いっぺんに首痛くなっちゃいますから、力を抜いて一回呼吸を楽にしてください。唇はふわっと開いているでしょうか。そしてゆっくり胸をなんか膨らませながら、胴体を前にしてください。そしてこの動きに慣れてきたら、この動きが楽にできてるなと思ったら、これに加えて肘を床から浮かせてください。長方形保ったままゆっくり戻ります。
胸を中膨らませて胴体前に動かしながら肘が浮いていってください。とっても小さな動きになると思います。ぐいぐいやらずふわっと動かしてください。はい。では動きをやめてゆっくり呼吸をしてください。そしてまた左肘を持ち上げて長方形のまま肘を浮かせていってください。で、ゆっくり戻ります。最初のこの動きに比べて長方形が動く距離は変わったでしょうか。そして背中側に気持ちを向けてください。右の肩甲骨や右の肩はこの左肘を持ち上げることによってどの方向に動いていきますか？ではゆっくり動きをやめて右手を体の上に乗せてください。腕と体の関係はどうでしょう？仰向けになってください。床に体を預けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて体全体が優しく床についているでしょうか。肩甲骨と背骨、最初に比べてその位置ははっきり感じられるでしょうか。口はポカンと開いていますか。頭を左右に傾けてください。はい、では起き上がってください。いかがでしたでしょうか。このあばらとこの手の動きはとっても微妙に小さい動きなんですけれども、ずいぶんこの背骨周り、胸周りがふわっと広がった気がします。そしてずっと唇がふわっと開けていられましたか。それだけでこの顔のあたり筋肉が少し柔らかくなった気がしますけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。今日もとっても暑くなりそうですけれども、胸、顔ふわっと柔らかくいきましょう。では、いってらっしゃい。